畑恵みは、日本の政治家、教育者、元キャスター。畑恵み日本が抱える、構造的課題、財政赤字、少子高齢化、村社会的意識社会構造という3、大課題の克服に向け、1、厚生産性社会構造への脱皮、イノベーション力の向上、に労働力と首相数の引き上げ、女性力の開発、3、生産性の向上イコール、 人間力の高い人材の育成、教育力の向上を三大政策に掲げる。一、イノベーション力の向上に資する政策として、基礎研究から実用化、産業化まで一貫した、戦略的研究開発体制の実現を主張。具体的には、一、研修支援人材の確保、育成に、橋渡し機能の拡充、死の谷の克服参挙認可や知見体制などの制度、 整備4規制緩和の推進後負傷を横断的な一元的、科学技術戦略体制の構築を主張。政策実現に向け議員立法を目指し、山中伸也氏、江崎レオナ氏など科学及び研究開発関係者ら、約20名からなる勉強会を実施、意見を聴取し、研究開発成果実用化促進法案を策定。同法案は国会への上程を前に、 自民党が下野したことで、現在は、お蔵入りとなっている。二、女性力の開発に資する政策として、女性の、就労と、出産、育児、介護の両立を第一に掲げている。具体的には、一、保育、介護施設サービスの拡充に柔軟な、勤務環境の整備産育児中の就業者へのキャリア、所得保障を、主に掲げている。 3. 教育力の向上に関しては、総合学園理事長として教育現場にあることから、人づくりなくして、国づくりなしが信条。教育力の三大力は、1。人間力、2。教員力、3。親力であり、それぞれの力が掛け合わされることにより、国としての教育力が向上すると定義。学校による教育と同時に、昨今急速に低下している。 家庭での教育力を抜本的に高めるため、親育てプログラムの実施を最優先課題として掲げている。1. 親育てプログラムの実施以外の具体的政策としては、2教員力の向上3偏差値変調教育からの脱皮4コミュニケーション力の強化語音教育の抜本的見直し家庭、学校、地域3位一体の子育て体制の構築を主に掲げている。 は恵み公式サイト、基本政策、は恵み公式サイト、イノベーション促進法案、は恵み公式サイト、少子高齢化財政赤字克服のシナリオ、は恵み公式サイト、作新学院理事長として、ハット AB は恵みオフィシャルブログ、2015年12月21日。ありがとうございます。